はい、おはようございます。SP駅です。2024年1月の21日、はい、日曜日です。今日はこちら、わかりますかね、陸上自衛隊、北千歳駐屯地のゲレンデですね。はい、スキー訓練場に来ました。はい、とりあえずね、ちょっと特殊なところなんで、また中入ってからカメラ回そうと思います。よし、じゃあ行きましょう。あちらに駐車場は、まあいいや、後で喋ろう。はい、はい。はい、こんにちは。こちらに。はい。ね、はい、はい。はい、どうもです。はい。よし。はい、というわけで中に入ってきましたね。はい、もうね、完全にあそこに丘があって、まあここら辺を滑っていく感じですね。基本的にソリの利用者が多い感じです。よし、とりあえず滑っていきますか。よし、じゃあ行きましょう。こんな感じ。はい。ね、まあこんな感じで、もうね、説明終了ぐらいの感じなんですけどね。はい。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。せっかくはね、板履いたまま登っていきましょう。多分このカラーコーンが張ってある範囲が、スキー場として滑っていい範囲だと。まあスキー場っていうかね、スキー訓練場として滑っていい範囲なんだと思います。めちゃくちゃ疲れた。疲れるね。こっから先はボコボコすぎるんで、はい、板を脱いでいきます。いやね、下手なローカルスキー場よりもにぎわってますぜ。いい感じで上がってきますか。じゃあいい、動画多分時期バラバラで投稿されますけど、本日これハイクアップね、3スキー場目なんでね、かなりバテバテです。山頂からの景色を見たいね。山頂ここだけどね。なるほど、本当裏山の丘って感じ。この辺深いし、深歩けん。みんな歩けてるってことは、私の体重が重いせいでこれ沈むんですね。
な感じで一番上まで上がってきました。山頂です。バテバテだぜ。はい、疲れました。まあ、このハーハー走りあたりでインサート動画入れてもらうとして、よし、じゃあ北駐屯地訓練場滑っていきます。やっと滑走だぜ。あのソリが出発してそれの動きを見てから、あの向こう側に向かって滑っていきましょう。基本的に直下のことしかできないと思います。うん、 OKOK、 じゃあ行きましょう。レッツゴー。はい、こんな感じですね。もうね、これ以上ね、何も語ることはないって感じです。はい。反対側の丘がこんな感じです。まあ、基本、真ん中がボトムになってて、この丘の間を真ん中に向かってみんな滑り込むっていう形ですね。よし、じゃあ、一本滑ったし、ワンドクセ、行くか。こんな感じの場所でした。じゃんじゃん。まあ、あとはもうここね、下って、ね、あの、向こう側とかこっち側とか楽しんでいきます。多分ね、この喋ってるシーンよりか前に滑走シーンは入ってると思いますけど、まあここ下って反対側か反対側も下ってとか、そんな感じで楽しみたいと思います。よし、そんな感じで今日の動画これで終わります。ごめん、全然説明しなかったね。エンディングトークで説明するわ。まずここね、陸上自衛隊、北千歳市駐屯地ですね。今あそこからあの千歳空港からあの飛行機、これ離陸だよね、離陸したのが見えてますけど、まあ、そういう場所にあります。それの、そこね、北門ね、北門っていうところなんですけど、あの別に多分表示とかされないです。あの陸上自衛隊の入り口が向こう側のあの正面っていうかゲートがあるけど、それのさらに1個北側の信号のところに来たところから入ってきて、でその辺ね、その辺に駐車場あるんで、はい、その辺であの止めてください。車の台数はね、まあ、10台プラスアルファ止めれるかなって感じだと思いますね。でここのエリアに入るための、ところはあそこだけ開放されてて、そこの前に自衛隊員がね、あの2名いらっしゃって、そこであの記名してね、あの名前とかを記名して、でそこであの入場して、あのここ滑れるという形になります。はい、あの本当そんな感じです。で、まず入ってすぐのところにちょっと落ち込みがあって、まあ、正直あのソリダーすごいとあそこら辺の斜面でも十分だと思います。で一応このスキー訓練場のトップはなんかあそこな気がするけど、まあ一応ここコーンあるんで、ここから向こう側に私あのね、あの健全系なんで行かないとして、まあ基本ここコーンがトーン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 、あとそこのね、あのおねどりでトトトトトトンってあるんで、まあこの範囲で基本的に皆さん遊ぶという形になりますね。はい、うん、正直ね、地元ちびっこのソリ広場です。スキー板履いてくるナンセンスねと俺しかいません。はい、そんな感じのゲレンデなんで、あのまあこんな感じでこんな場所があるよ、イエーイっていうぐらいで今日の紹介は終わっとこうと思います。はい、よし、はい、じゃあこの後 VR 撮影してもあるけど、まあゲレレポツはこれで終わります。
こんな感じで日本中のあれは北海道のスキー場、まあ、スキー場として名乗ってなくてもこういうスキー訓練場とか、こういう場所でも一応あの私の中は公の機関が管理しているスキーが滑れる場所は全部あのスキー場というかなり広い講義の意味でのスキー場を巡って回って紹介しています。ここかなりレアですね。あ、ちなみに言うの忘れてた、この2024年は1月の20日つまり昨日ですね、昨日から、2月いっぱいの、土日の昼の10時から14時までオープンしています。はい、なのであの基本的に毎週8時間で、まあ、今年に関しては6週しかないからあの50時間ぐらい、うん、しか一応この、ね、スキー訓練場では一般開放されてない。そこでスキー滑るやつで言うとかなりレアな感じになりますね。はい、そんな感じで今日の動画終わります。もう喋り残したことないよね。あのカメラ止めちゃうよ。この動画面白いと思ったら参考になったらグッドボタン、チャンネル登録、その他もろもろよろしくお願いします。応援のコメントとかあるいはあのメンバーシップへの登録とかもぜひぜひお待ちしております。それじゃあまた次の動画で、じゃあね、バイバイ。